今日は仙台市中央卸売市場で登米市や大崎市などで育てられた150頭の牛の枝肉を全国から集まった仲買人が次々と競り落としていきました。格付けでは150頭のうち145頭が A5 ランクの仙台牛とされました。こちらはチャンピオンとなった石巻市の川村ファームの牛肉です。赤身や霜降りのバランスが良いことなどから1キロ当たり6009円と平均価格のおよそ2倍の値段がつきました。非常にですね、美味しい牛肉であります。ぜひですね、消費者の皆様にですね、特別な日とかそういったところでもよろしいですし、日常もですね、ぜひ食べていただきたいなと思います。この競りは仙台牛のブランド向上を図ろうと年に1回開かれています。今日競り落とされた牛肉は早ければ来週にもスーパーなどで販売されます。